接種券がないものには打てないという誤った指導を行っているところがございますあのそうした誤った指導の結果貴重なワクチンが廃棄されているというのは極めて許しがたい状況だと思います河野大臣はワクチンが余った場合には接種券がない人にも接種できると改めて強調しましたさらに 町長が先に打ったなどの批判を恐れて廃棄することがないよう有効活用してほしいと述べ自治体がとった行動に対して批判が出れば自身が責任を取ると強調しました。